ようやく試合で会えたな、ヒューガ。松山。この前の全国大会、俺たち富良野の目標は、第一に南葛に勝つこと。そして第二に、決勝でお前たち東邦と戦って、優勝することだった。形は違ってしまったが、今日こうして東邦と戦えることが嬉しいぜ。松山、全国大会での投手は見させてもらった。お前はまさに戦士だ。だが投手の強さなら俺も負けない。そしてチーム力は俺たちの方が上。つまり今日勝つのは俺たち東邦だ。そうはいくか。俺たちの新しい戦い方見せてやるぜ。フィールドに立てば実力が全て。それが俺の考えだ。だから全力で蹴散らしに行くぜ。そのつもりでかかってこい。そんなセリフ吐いたからには覚悟はできてるんだろうな。いいだろう。俺のタイガーショット、お前のどてっ腹に叩き込んでやる。
ここでパスカット、素早くつなぎます。早くも前半の半分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。それいけ、太田くん激しいタックル、それそらドリブルでボールを運ぶ、ここだ、これはイーグルショット、豪華なシュートだ、このシュートを体で止めるつもりだ、これはブロック失敗だ、まさに必殺の一撃でゴール、才能のない俺は努力するしかないんだ、はっ、ゴール君、激しいタックル、ここはパスを出した、かわして振り切った、これはごぼう抜きだ、ここだ、ここから打ってきた、これは見事にキャッチ、反り待ち、反り待ち君、センターラインを越えて攻め込む、フラノ、これは戦い方を変えてきたようです、ここから一気に攻め込みたいところ、佐瀬君、ここはパスを出した、タックルも決めた、このタックルは不発に終わります、素早く横にかわす、敵陣へ攻め込みます、ここはパスを出した、このタックルは不発に終わり、ここからシュートに持っていく、若島津君、これはキャッチできない、パスを受けた、グラボとぶつかっていった、シュートまで持ち込めるか、もうこれがショットだ、ゴールを追う、なんとか防いだ、はあ、よし、ガッシュが決まった、松山君、勇ましい突破だ、アラバスのようなドリブル、小田君、ゴール前に持ち込む、渾身のシュート、これはトラップ、小田君、ここで止めた、まさに必殺、このゴールはみんなのゴールだ、はあ、よし、やった、長いパスが通った、タックルも決めた、敵陣へ攻め込みます、素早く横にかわす、これはごぼう抜きだ、横にかわして突破、かわして振り切った、あとドリブルを見送る、もうこの一撃がゴール、タイガーショットだ、キーパー一歩も動けず、すごいっす、まだまだ決める、ニューヒーローの勢いが止まりません、ヒューガ君、ここからチャンスを作れるか、これタイガーコット発動、これがタイガーコット、このシュートに反応している、これがネットに突き刺さる、よし決めたぜ、すごい、すごい威力だタイガーショット、それフラノ、チーム全員でゴールを目指す、セミの攻撃だ、ソラ君、横にかわして突破、必殺のシュートを放った、若島津君、このシュートを正面から受け止める、フラノ、前半を終えて大量リード、しかしまだ油断は禁物でしょう、さあ注目の後半戦、いけ、タックルも決めた、素早く横にかわす、敵陣を切り裂く、横をすり抜けた、もうこの一撃がゴール、タイガーショットだ、横跳びで鋭く反応、若島津君、これはキャッチできない、絶妙なインターセプト、くれ、イーグルショットだ、強烈なシュート、横跳びで鋭く反応、ゴール隅に突き刺さった、松山君、才能のない俺は努力するしかないんだ、パス
スを受けた。今井くん、パスを回す。頭ごとぶつかっていった。よし、素早く横にかわす。あと、ドリブルを見送る。横をすり抜けた。次々にかわしていく。横をすり抜けた。次々にかわしていく。ここでタイガーショット発揮。タイガーショットだ。体ごとボールにぶつかっていく。ボールの勢いを止められない。パントキックで大きく蹴り出した。この後のトラップ、松山くん、ここは抜かせません。小田くん、ここでミスシュート。松山くん、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。これは聖剣ディフェンスだ。パントキックで大きく蹴り出した。小池くん、このボールをコントロール。近藤くん、激しいタックル。横をすり抜けた。そんな、小田さん、小田くん、横にかわしてた。これはごぼう抜きだ。フラノ、チーム全員でゴールを狙う。スペミの攻撃だ。このボールに飛びつく。若島津くん、ボールはまだ生きている。こぼれ球をものにした。このクロスは通るか。余裕、ここで激突。空高くで火花を散らす。このボールに飛びつく。キーパー反応するも決まった。やってやったぞ。一発の一撃でゴールをゲット。龍河くん、右へパスを送る。パスを出します。おっと、攻守交代だ。松山くん、荒らしのようなドリブル。素晴らしい突破だ。松山くん、これで決める。豪快なシュートだ。若島津くん、このシュートを正面から受け止める。それ、後半15分が経過しました。ここからラストスパートをかけてくるか。本田くん、激しいタックル。小池くん、ボールを奪った。山浦くん、ここは抜かせません。パスを出します。松山くん、荒しのようなドリブル。勇ましい突破だ。松田くん、ここからチャンスを作れるか。素早く横にかわす。松田くん、ゴール前に持ち込んだ。シュートまで持ち込めるか。ここから一気に攻め込みたいところ。東方、相手の猛攻を受け苦しい時間帯が続いています。さあ、ゴール前です。小田くん、横にかわして突破。ここだ。ここからシュートを持っていく。キーパー反応できない。まさに必殺。どうだ、見たか。それ、ここは抜かせません。これ素早く横にかわす。これはゴボウ抜きだ。これドリブルで突破。そこ、これはゴボウ抜きだ。今井くん、ボールを狙うも届かない。もうこの1タイガーショットだ。それ、あと、これを弾いた。川部くん、こぼれ球をキープ。体ごとぶつかっていった。素早く横にかわす。若島津くん、これはキャッチできない。小田くん、素早くつなぎました。松山くん、キープのようなドリブル。これ、足を張る。イーグルショットだ。高島津くん、このシュートを正面から受け止める。松山くん、ここで止めた。シュートまで持ち込めるか。フィールドをタイガーショットだ。ここで若島くん、ゴール正面でこのシュートを迎える。勝利はいただく。スーパールーキー、圧巻のハットトリックです。やった。キープ力だな。イーグルショット。それ。体ごとぶつかっていった。近藤くん、素早く横にかわす。これはごぼう抜きだ。そら、ドリブルで突破。センターラインを越えて攻め込む。これだ。敵陣を切り裂く。素早く横にかわす。フラノ、チーム全員でゴールを目指す。もらった。スペミの攻撃だ。はあ、くそ。さあ、試合も残りわずか。最後まで熱い展開を期待したいところです。佐世くん、横にかわして突破。金田くん、素早く横にかわす。アウト。この位置でパスカット。
センタリングを上げた。山室くんセンタリングに合わせる。小田くん、フラノ、この試合に勝利。素晴らしいプレーを見せた選手たちに声援が送られます。俺たちが負けただと？全国大会で優勝してどこかに油断があったのか。ヒューガ、沸かします。松山、小学校の時の借りこれで返したぜ。だが今度は俺たちの方に借りができた。この借りは次に会った時高校できっちり返してやる。ああ、楽しみにしてるぜ。それにしても俺が複数点を許すなんて、あの1年生まさか見過ぎや翼キャプテン並みのレベルだっていうのか。そんなことは、いや、ありえないとは言い切れないな。あいつもきっと代表に選ばれるだろう。そこで俺がその才能を見極めてやる。次は武蔵戦ですね。天才三木がいる。あの武蔵中か。よし、それじゃあビデオ見ながらミーティングするぞ。すごい、なんだよあの見過ぎのオーバーヘッド。打つだけでも大変なはずなのに、コーナー狙って決めてくるなんて。それだけじゃない、その前のドリブルのスピードとフェイント、あれ一人じゃ止められないぜ。司令塔として周りへの指示も完璧だ。見過ぎの言う通りに選手が動いてる。東京都大会の決勝で心臓痛めたって聞いたけど絶好調じゃないか。キャプテン、武蔵中の力どう見ました？そうだな、組織力はうちと互角ってとこかな。となるとやっぱり見過ぎと中盤勝負で勝たなきゃダメだな。そしてそれは俺の役割。しかし見過ぎ、お前は心臓病で練習だって制限されてるだろうに、それでもあれだけのプレイができる。俺は才能がなくても努力でカバーできると信じてこれまで頑張ってきた。だけど本物の天才に本当に努力だけで届くんだろうか。お前どうして。そうですよキャプテン、俺たち全員あんなに努力したんです。いくら見過ぎがサッカーの天才でも、みんなで戦えば超えられないはずないですよ。自信持っていきましょうキャプテン。サッカーはチーム力です。そしてうちのチーム力は日本一です。武蔵中に勝ってそれを証明してやりましょう。みんな、ああそうだな、みんな次の試合も頼むぞ。それにしても武蔵中のスタンドは女子が多いな。あれ全部見過ぎのファンなのか。ファンの女子の数はこっちの全員集めても勝ち目がないな。それは言うなよ。いいよな、キャプテンには藤沢がいてさ。ほんとほんと。な
なんでここでその話になるんだ。たく、お前ら覚えとけよ。まあまあ、仕方ないじゃないですか。事実なんだし。織田、お前まで。本当にとんでもない奴らだぜ。けど、ありがとうな、みんな。次の試合は、富良野中と武蔵中の戦い。俺と美杉の戦いじゃないんだ。俺は、富良野中のキャプテンとして、武蔵中に勝てるように、みんなを信じて全力で頑張るだけだ。やあ！すごい！うん、君と戦うのが楽しみになってきたな。よし！へえ。うん。よ。よし。何？そうだな、サイドライン際では気をつけることだな。よっ。いや、よし。ああ、一緒にやってやろう。よう。いや、うん、頼むぞ。よし。なんだ？違う。頑張れ。うん。あ。うん。頑張れ。
よし。くそ。やったぞ。よっ。うん。頑張れ。